プロ入り後も富山拠点で活動、対局のたびに上京しながらプロ活動を続け、2019年年度末の麻雀グランプリマックスに年間獲得ポイントランキング上位者の資格で一次予選から参加し優勝を果たした。なおこの大会の予選では第3ゲームを2度放らしている。すっご、第10期と11期のグランプリマックス優勝、グランプリを連覇してるんですね。このグランプリマックスってどんなタイトル？これはあれですね、あの連盟はポイントランキング制度でね、あの年度末にこうグランドスラムみたいな形でこうやってるんですよ。だからこのその年すごくこう活躍した人たちが出るあのタイトル戦なんで、そこで優勝、まあ、連覇をしてるんで、まああれですよ、その1年波に乗ってる人とか強い人とかの中で勝ってるからすごい、すごいよってことです。いやらしい話、はい、優勝すると賞金は出るんですか？出るに決まってるじゃないですか。だって G1 タイトルですよ、うん、いくらですか G1 タイトル？いやちょっと覚えてないですね。でも多分ホームページに載ってたような気がするんですよね、賞金の額って。載ってないんじゃないですか？あ、載ってないんだ、はい、載ってないかな、はい、同じ金額だった。うん、あ、その、10期と11期一緒っす、一緒っす、はい、はい、はい、私なんかね、第何期だっけな、1期か2期か3期くらいのグランプリの決勝に1回残ったことがあるんだけど、うん、準優勝かなんか、ね、なんか負けたんだけど、はい、そっから1個も縁がないです。そうだね、グランプリにあったね。僕でも優勝した時、あの秋さん出てないっすね。出てないですね。なんかね、ちょっとここ何年か、いや、じゃあここ何年かのグランプリね、私結構辞退してるからね。あ、そうなんですか。そうですよ。そっかそっかそっか、うん、そうだね。その後は2020年の十段戦、麻雀最強戦でも決勝に進出し、一躍注目を集める存在となった。他獲得タイトルとして、第3期北陸プロリーグ優勝、第20期北陸プロアーマリーグ優勝、EX 風林火山ドラフト会議指名選手オーディション第2位、よがよなら我々のチームメイトになっていたかもしれないですが、その後行われた 2021M リーグドラフトにてチームライデンから指名を受けた。2021年4月から7月にかけて開催された EX 風林火山ドラフト会議指名選手オーディションに参加、167名中21位で予選通過ラインを超えることはできなかったが、所属選手とチーム運営が選出するワイルドカードの権利を得て準決勝に進出した。うん、準決勝では決勝進出ラインの2位以内に入ることはできなかったが、3位から6位で行った敗者復活戦では劇的な逆転劇を演じ決勝に進出した。決勝では最終局まで破熱も満直の条件を残す競り合いをしたが、松ヶ瀬に逃げ切りを許し EX 風林火山のドラフト指名権を獲得することはできなかった。でも獲得できなかったけど M リーガーになれたからよかったよね、別に。だいぶまとまりました。いや、まあ、言うてね、うん、言うてですよ。まあまあ長い話、最後一言で。いや、まあまあまあ、いや、これでほら、なんか、なんていうの、あの、ライデンからも指名がなかったみたいな感じで、MD がなれなかったみたいな感じだと、うん、ってチーンってなるところだけど、まあでも、それ多分チーンはなんないんですけど、あ、なんないんですね、はい、もう優勝できなかった時点で、うん、もう無理かなと思ったんで、あ、そうなんだ、はい、はい、なんだ、本当かよ、嘘ばっかり。何なの、当たりきつくない、なんか。だって嘘つくんだもん。EX 風林火山のオーディションとは関係なく、オーディション準決勝前にはホンダを獲得候補として選定しており、2021年の M リーグドラフト会議にてホンダをドラフト指名した。チームライデンの方が EX 風林火山よりも上位のドラフト指名権を有していたため、ドラフト指名後のインタビューでチームライデンの高柳監督は強奪のような形になることを恐れていたと述べている。なるほどね。だからその本田さんが優勝してもライデンの方が指名権が先にあって、うちはもともと本田さんを指名するつもりだったんだみたいな感じで指名したら横取りだみたいな風に思われちゃうかもしれないみたいな感じで高柳さんは思ってたってことだね。あ、なるほどね、うん、なんかせっかくイケメンなのになんでこう隠しがちなんですか、髪、うん、でこう左目に何か物もらいとかできてるのか、鬼太郎なの。いや、そんなことないですけど。鬼太郎なの。見づらくない、気になんない、もう慣れました、うん、その髪型がいいよって萩原さんに言われたの？いや、誰にも言われてないです。むしろ邪魔ってみんなに言われてます。髪型変える、はい、これね、本田さんのその髪型問題はいろんなところで出てるんですよ、うん、問題になってるの？いや、ちょっとなんか髪型変えた方がいいんじゃないかっていう、前髪が長い、まあもう
まあ、正直38になるじゃないですか、うん、若干来てるんですよ。あえもう、うん、なるほど。えそれは交代してるとか、うん、前ですか上ですか。まあ、全体的にですよね。そうなんだ。全然そんな風に見えない。全然見えないです、ね。まあまあだから量でごまかすしかないじゃないですか。ああのね多分ね、はい、チェックが入りました。全然あのね多分そのお顔がいいからお顔を出してほしいっていう声がきっと多いんじゃないかと思うんだけど。ちょっとこうやってやってもらっていいですか。攻めなくていいのよ。そんなに。いやだってほらせっかく来てもらったのにさ。もうやばいっすよね。そんなことしたら。惹かれますよ。何してるのあなたは。やってもらおうかなと思って。俺がやったらやるかって。そう私もやってるからどうって。え無理。あじゃあせめて、うん、こう顔全体をこう、うん、見せてもらって。なんかこのなんか分け目とかあるじゃないですか、うん、やっぱなんか年々広がっていくんですよね。だからずっと同じところにしてるからじゃないですか。まあそれもあるんですけど、うんうん、でその分け目の髪の毛もう若干、うん、力がないというか。おでこが広くなった感じする自分で。いや広くはなってないんですけど。じゃあ大丈夫じゃない。うん、なんか全然大丈夫そうに見えるけどな、うん、ね、うん、なんか髪の毛がふわっとしてないというか、ペタッとして。あ腰がなくなった、はい、あそれはトリートメントすれば結構解決するような気はするけどな。学生時代はバスケットボール部だった。麻雀を覚えたのは中学生の頃。その後高校を中退するも数年後に大金を取得、大学へ入学する。卒業は雀荘後で働き、25歳の時に自らがオーナーとなって麻雀店を開業した。これバスケ部だったんですね。バスケ部です。バスケ部っぽいっすもんね。なんか身長何センチ。180です。おお、うん、大台じゃない。本当はタッキーより大きいじゃん。本当は 179.5 センチ。いや大丈夫、ちゃんと180。逆にもっと上だと思います。あなるほどね、はいはいはい、180はでも相当大きいですよ ね。なんか M リーが結構背高い人多いですけど、そう、180にちょっと足りないぐらいの人がいっぱいいるみたいな。あ本当だって、太郎ちゃんと。太郎ちゃんはでかいね。太郎ちゃん180以上でしょ。で翔ちゃんと松も180以上でしょ。いや翔ちゃんは180ないと思う。あないんだ、うん、ないっすね。マツは86、7くらいですね、うん、めちゃめちゃでかかった、うん、僕もびっくりしました。ズンタも結構でかいでしょ、うん、え、そうかな。身長結構あったよ。本当、うん、180あるかどうかは分かんない。私ほら155センチしかないからさ、その微妙さえ分かんないね、うん、でもなんかまあ、あの150センチ台からするとみんなやっぱそう、みんなでっかいから30センチ以上上とかだとさ、もう分かんないね、うん、もう自販機にはちょっと足らないね。足りないね、うん。麻雀を覚えたのは中学生の頃。これは何で覚えたんですか。真面目な話ですか。今言える話です。常に真面目な話をしておるが。いや本当に漫画とかで見て。漫画で覚えるんですか、はい。何の漫画。徹夜。徹夜でどうやって魔女を覚えられるの。でちょうど徹夜が流行った時期で、あれでみんなで麻雀やろうみたいな。あその、はい、漫画の中で覚えたんじゃなくて、漫画を読んで麻雀に興味を持って麻雀を覚えたってことですね。びっくりした。小島先生の功績がこんなところに。そうだよね、堀井、うん、さんはそんなこと言ってましたよね。あそうなんですか。なんかいや聞いてたけど、堀さんが何喋ってたかもあんま覚えてないですね。同い年ですからね。同い年、はい、堀さんと、はい、だそうですよ。少年マガジンで徹夜っていう漫画ですね、はい、始まって、それでこう当時なんかマガジンが一回ジャンプより売れてた時代があったんですよ。 ありましたね、はい。その時がなんか GTO とかエイジとか、サイコメトラエイジとかやってた時ですね。でその時にこう麻雀が流行って、徹夜の影響で、あのね、関東カラーとかだったのよ徹夜が。そうあの大衆さんのとことかで、マガジン、そうですね、その時期そうでしたね、うんうん。でこう仲間内であの手積みでやるようになりましたね、はい。高校生くらいか。それが中学校の2年とか、うんうん、14、5歳、13、4歳か。そう、はい、我々17、18、18くらいだったような気がするわ、うん、そうそうだね、うん、確かに。堀さんもだってあのなんか自分 あの食べたチョコパイのカスポッケに入れたことでもう私全部買いましたもん。それまで何話したのかも。そうだね、確かに、うん、確かにね、衝撃すぎて面白いですね。じゃああんまり有名じゃない人の方がいいですよね。
まあそのある意味ではそのなんかこれまでみんながすごい知ってるとかではない人の方がいいかもしれない。ゴミゴミゴミねポッケに入れるんだよ。捨てるんだよこっちで。ちょっとできるだけこう態度を低くして。取材メモとして実はまだチームに溶け込めていない。溶け込めてないんですか？なんかこんな感じなんですよいつも。瀬戸川さんと黒沢さんに挟まれて、うん、でも瀬戸川さんと黒沢さんがずっと会話してるんですよ、うんうん、で俺なんか間にいる必要 ありますみたいな感じで喋ってる方みたいな。そうで、うんうんうん、言いながらも何も聞いてないんですけど